私服の教え私服の教え教会私服の教えは、イエス・キリストが参上の教えの冒頭で、真の幸福とは何かを語ったもの。私服の教えは、彼とその弟子たちの教えを記録した、新約聖書の中の、マタイによる、福音書の参上の水訓の冒頭にある。五章一節イエスは、この群衆を見て、山に登り、座に疲れると、弟子たちが、身元に近寄ってきた。 にそこで、イエスは口を開き、彼らに教えて言われた。十一私のために、人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽って、様々な悪口を言うときには、あなた方は幸いである。十二喜び、喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。 マタイ語、1マタイ五時12分中国と日本のみでは、マタイによる、福音書五章三節10節までに8つの項目があるので、八福の教えと言ったり、カトリックでは、神福八単と呼ばれる。日本正教会では11節も入れて、神福九単としても知られている。しかし、事柄が8つとか、9つというのは、あまり意味がない。また、ルカによる、 福音書では、平地の教えで六章二十から二十二節に四つの、幸い、六章二十四から二十六節で四つの災いとして、記述されている。六章二十節その時、イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた、二十三その日には喜び踊れ。見よ、天においてあなた方の受ける報いは大きいのだから。彼らの祖先も、預言者たちに対して同じことをしたのである。 ルカ6時20分ルカ6時26分聖書の中でもよく知られた箇所であるが、カトリックとプロテスタントを含む聖法教会では、例えば海底共通聖書日課を使用する教会では3年に一度読まれるだけである。聖教会を含む東方教会ではよく利用される聖コンクイオアン聖体礼儀では礼拝の冒頭の第3のアンティフォンとして入っているので、 ほぼ毎日曜日に聞く聖句で、より身近に感じることになる。人間の人格の尊厳の根源は、神のに姿として作られたためであり、人は霊的な不滅の霊魂と知性と、自由な意志を備え、人が、永遠の命において神を見るという、永遠の私服へと、秩序づけられていることにある。神福八単は、唯一の境界において、人の行為の究極目的たる。 永遠の私服を明らかにするイエスの宣教の中心、お顔の繁栄であるとされ、私服への証明において、どのようにして私服に達するかにおいて、重要な教えとされている。神服旧歌んのイコン。神服旧歌んは、聖教会において、最も頻繁に用いられる祈りの一つであり、大は、日本聖教会による訳語である。マタイによる。 福音書号章三節から十二節までから取られた句に由来する。全体的に謙遜を意味していることから、謙遜の祈りとも呼ばれる。神福旧歌んは、信者の精神性、生活態度のあるべき姿について、イースス・ハリストスが山上の水訓において教えたもので、あるとされる。生態礼儀で頻繁に歌われ、特別な祭日ではない手術においてはほとんど欠かさず、 歌われる。生体礼儀においては、冒頭に、主や、何時の国に切らん時、ガトを記憶ひたまえという前知なる盗賊の言葉を置き、その後に、マタイによる、福音書がお三節から十二節から引用された、祈りが続く。改定者聖洋案の天国への階段の教えと絡めて理解されることが、多い。一段一段。 神徒が登っていくべき心の状態を示していると、される。日本正教会では、神伏九単という呼び名が定着しているが、日本語以外の言語では、インザイキングダムのように、祈祷文の冒頭の句を題名として用いているものがある。正教会に限らず、キリスト教では、祈祷文の題名に、冒頭の句を用いることは、一般的に行われる。日本正教会においても、 祈祷文の冒頭の句を祈りの題名として用いるケースは数多くあるが、神福旧歌の場合、ある字や何字の国に祈らん時などと表記することは、まずない。生体礼儀において、第三アンティフォンとして歌われることが多いが、第三アンティフォンに用いられる。祈祷文は、神福旧歌に限定されず、日によって他の三子も用いられる。したがって、 神腹旧歌イコール第三アンティフォンといった理解は誤りである。以下は日本正教会で生体礼儀に用いられている祈祷文である。日本正教会発行の自家兵によったが一部旧事態を簡略化するなどしている。主や何時の国に切らんときがとう、記憶飛球へ、心の貧しきものは福なり天国は彼らのものなればなりなくものは福なり、 彼らは慰めを縁とすればなり恩重なる者は福なり、彼らは地をつがんとすればなり、義に植え乾く者は福なり、彼らは悪を縁とすればなり禁術ある者は福なり、彼らは禁術を縁とすればなり心の正規者は福なり、彼らは神を民とすればなり、和平を行う者は福なり、彼らは神のこと名付けられんとすればなり、義のために近畜せられる者は福なり天国は、 彼らのものなればなり人我がために、何じらをののしり何らを、禁築し、何じらのことを、いつはりて、諸の悪しき言葉を言いんとき何じら含まり喜び、楽しめ予定には、何じらの報奨を多ければなり、自家へ生体礼儀において、単純な伝統的旋律に乗せて歌われるほか、作曲されたものを歌うこともある。生体礼儀に含まれる、祈祷文であるため、 生体礼儀全曲を作曲した作曲家であれば、神福球端もほとんどの場合において作曲している。幸いである、または、服であるという日本語訳に問題があると指摘する人もいる。ギリシャ語原文も、ジェームズ・オーバン聖書以降の英語訳聖書も、各項目は、祝福されるのは、で始まっており、幸いまたは、服という言葉は使っていない。 神から見て祝福されるのは、という意味であると解釈すべきとする。ただし、意訳してわかりやすくするために、幸いであるとするのは、エルサレム聖書や共同訳聖書などの最近のフランス語訳聖書でも、ユーラス、と行われている。ありがとうございます。